皆さんこんにちは。情報処理技術者試験プロジェクトマネージャー論文の書き方講座、今回は第2回目です。プロジェクトマネージャー5号に、合格論文に達するにはということで、いきたいと思います。さあ、合格するための練習量の内容と練習の内容と量、やっぱり論文の試験ですから、ある程度この練習量っていうのが必要になってきます。さて、どういうことをやればいいのかな。で、論文をそのまずたくさん読む、次に書く、そして相手の論文をコメントする、まあ評価するということ、この3つに分けて説明していきます。はい、1つ目、読む。サンプル論文を延べ30回は読みこなす。それから直近の過去問4回分12本は1本あたり2回精読する。まあ、読みこなすとか精読するとかという言葉を使っておりますけれども、まあいずれにしても、ただ単に論文を漫然と読んでいくんじゃなくて、問題にはですね、問題とそれから設問っていうのが問われているんで、それを考慮しながら論文を読んでいく、そういうことをしてください。論文を実際読んで、そして設問を振り返る、そういう読み方をしてほしいということですね。そして初めて1回とみなす。通常ですね、論文を読むと、まあ、10分ぐらいで読み終えると思います。ただこういう読み方をしていくと、やっぱり振り返りがありますので、15分から20分、30回読めと言っておりますから、まあ5、6時間ぐらいかかるのかな、読むだけで。まあ隙間時間を見つけてですね、読んでいってもらいたいと思います。それから直近の問題を読む。これは当たり前ですね。10年前の問題よりも最近の傾向を知るという意味では、やっぱり過去3年間4年間の問題を読む。それ以前の問題よりも力を込めて、やっぱり2回ぐらいは読んでほしいということです。はい、次いきます。で、読むポイントなんですが、サンプル論文を読む4つの観点というのにまとめてみました。はい、設問で問われている構成になっているか、構成、目次ですね、論文の目次、構成。2番目が問題文で問われている内容になっているか、それから設問で問われていることを回答しているか、意思決定のプロセスが記述されているか、まあ、この4つ常にこの立場に立って読みこなす、精読するということが大切です。次いきます。次に書くということなんですが、この論文の試験というのは2時間で約2800字から3000字近くを書くわけですけれども、やっぱり書く練習をしないと、どうにもなりません。で、過去問8回分の論文作成練習、これはしてほしいなと思ってます。まあ他の、受験対策の参考書なんかを見ても、7回とか8回とか9回とか、まあ、大体その辺で落ち着きますね。まあ早い方ならば、まあ、6回とか5回あたりで、十分だな、まあ、そういう方もおられますけれども、まあ、8回を目安にしてほしい。から最初の 2、3回は PC で打ち込み、遂行、修正していいと思います。私たちやっぱりPC で文章を打ち込んだり報告書を書いたりする生活をしてますので、そうですね、遂行修正する上で非常にやりやすいんですね。
だから一度とは言わず2回目3回目あたりまではこれを使っていいと思います。まあ他の参考書じゃいきなり初めから手書きにしなさいっていう指導法もありますけれども、私はこれでも十分、いいと思っております。それからだけれども残りの 5,6 回分は必ず手書きする。これはもう、鉛筆でもって原稿用紙に書いていく、これは5回6回は必ず必要ですね。そして3回分は他者からコメント評価を受ける。やっぱり他人からこの評価してもらう、自分じゃどうしてもわからないところがありますので他人から見てもらう、会社の報告書なんかでもそうだと思うんですけれども、自分じゃ直したつもりなのになんであんなくだらないミスが紛れ込んだでいたのかななんていうことはよくありますよね。それと同じですね。最後にどれも書きっぱなしはダメ、必ず見直し修正。2時間あるいは3時間かけて書いて、ああ疲れた、今日は終わりにしよう、まあ今日は終わっていいんですけれども、次の日必ず見直すと欠点がやっぱり分かってきます。ですから必ず見直してください。はい、次です。それからコメントする。で、2回は他者の論文を読みコメントしてください。これは大切です。あ、他人こういうところが悪いんだな、ここはこうした方がいいんじゃないかな、これじゃあ合格レベル A に達しないよとか、そういうのが見えてきます。ぜひこれはやってほしいですね。はい、で本講座は1回分の添削指導がついています。ぜひ活用してください。学習の、まあ、後半あたりがいいと思うんですけれども、5回目6回目あたりで、まあ、手書きに入った時ぐらいに、その論文を私の方に、送付していただければ添削指導をします。あとはですね、2回は他者の論文を読みコメントするって書いてありますから、例えば SNS のコミュニティでお互いの論文を交換してですね、コメントし合う、評価し合う、これも非常にいい方法です。私も実際そうしました。2回ほどこれはやりました。はい、で本講座ではですね、以下の過去問題を使用しております。でこれは IPA 情報処理推進機構のウェブから簡単にダウンロードできますので、ぜひ早めにですねダウンロードしていただきたいと思います。で平成24年度午後1問題冊子回答がありますね。それから20年度と22年度の、午後2の問題冊子、それぞれたくさん、まあ午後1の場合は4台ですか、午後2で3台の問題がありますので、ぜひ早めに準備されたらいいと思います。さて今回は2回目ということで、プロジェクトマネージャー、午後2合格論文に達するのはということについてお話ししました。今回はこれで終わります。